ロッテ免税店は来る31日午後8時付でインチョン国際空港第1ターミナル DF1 区域、DF5 区域、DF8 区域の営業を終了すると30日、明らかにした。DF3 区域の種類タバコ食品事業権は3期事業満了の2020年まで引き続き運営される予定だ。 ロッテ免税店は第1ターミナル3区域について、今年2月末、高い賃料の負担などを理由に事業権解約申請をし、インチョン国際空港公社は3月9日、これを承認した。これにより、120日の義務営業期間運営後、後続の事業者選定や事業権の引き継ぎ協議により、 7月31日を公式的な営業終了日に決定した。ロッテ免税店が現在、DF1 区域、DF5 区域、DF8 区域で運営中の品目は香水、化粧品、ファッション雑貨などで、420のブランド、1200人のブランド販売員が勤務している。 ロッテ免税店員チョン空港店で勤務中の正社員のうち、種類タバコ食品売り場の運営のための人員を除いた職員らは他の部署へ転換し配置される。